ちっちゃいものなのか、すごい大きいものなのか。面白いですね。味。味。子供が遊びを作り出すような遊びを応援したいなと思って。わーっしょい。何があるだろうってオープンザボックスで学校に、アートとかプレイを持ち込みたいので、そう、どう、何を持ち込めるか、ご飯食べてたところまで、何を作りたいか、あるんちゃう、考えたことよりも自分たちで心を動いたことに楽しむことの方がすごいワクワクしてやってて、遊びがどんどんつながっていくんだなっていうふうに。どんどんこう遊びが変わっていきながら、その面白いをみんなが発見してどんどんこう変わっていくのがすごく面白くて、ハンマーは木の板をぶっ壊すのに使ってて、そう、予想外で遊びが生まれて、ちょっと長すぎるな。途中から木を組み立ててテントを作ってみたんですけど、そこからおままごとが始まって、最後にみんな集まって遊んでて、火山だって言ったり、お家だって言ったり、お城だって言って、いろいろ想像して遊んでたので、自分がやっぱり真剣にそうやってやってると、子供たちもずっと寄ってきて、あ、僕たちこういう風にしたいとかって、どんどん遊びができているので、やっぱりまず自分が楽しそうにするとかっていうのがすごく改めて大事かなっていうのを。Es gab sehr sehr viel Spiel zu sehen. Und mit allen Materialien wurde irgendwas gemacht, egal ob geplant oder nicht. Das fand ich super. Kareha は本当にもうそこの山から拾ってきて、本当に集めて置いといただけなんですけど、布団にしてかぶって日光を浴びて寝てる子がいたりとか、何がその遊びの起爆剤になるか本当に予想がつかないし、マスクを外して描いてぐしゃぐしゃにしたりとかする子がいて、そこで起こった大爆笑が本当にみんなキラキラしていて。Ich fand es besonders schön, dass das Spiel wirklich so auf Augenhöhe war und dass die Erwachsenen wirklich die Spielpartner der Kinder waren und auch die Ideen von den Kindern aufgenommen haben und selber ausprobiert haben. Und dadurch hat sich dann so eine große Vielfalt ergeben über das hinaus, was wir gestern uns überlegt hatten.